祭では演舞を行っています。基本技を中心とした演舞となっており、現在も練習中です。日々の活動を通し、さらなる技術の向上を目標に頑張っていきます。私たち東北学院父地ヶ丘高等学校合気道部は、1年生1名、2年生4名の総合4名で、小林師範、渡辺師範のご指導のもと、毎週月曜日から土曜日まで、1日2時間の稽古に取り組んでいます。少ない人数ですが、部員指導、合気道部の本能に学び、部活動に精進、精霊できていることを感謝しています。今年で創部61年目を迎える我が合気道部、古き良いものを残しつつ、これからも精一杯稽古に取り組んでいきたいと思います。